数年前の函館での話僕は函館山で夜景を楽しんだ後八幡坂を降りラッキーピエロベイエリア本店に立ち寄りテイクアウトでチャイニーズチキンバーガーとスプリングロールを注文し焼き鳥弁当を買おうとすぐ隣のハセストに行くと店の前に 一台のタクシーが止まっていた。店に入ると、タクシーの運転手さんが、笑顔で店の人と楽しそうに話をしている。そして、僕の方を見た運転手さんが、お客さん、観光の人と聞いてきたので、はい、と答えた。今度は店の人が、いらっしゃい、焼き鳥弁当と聞くので、 これまたはい、と答える。また、運転手さんがお客さんグレーは好きと聞いてくるのではい好きです今回はグレーの政治巡りに来てさっき隣のラッピーで注文してきましたと答えた運転手さんがにっこりしながら今日 テルが帰ってきたんだよ。俺が空港から駅まで乗せてきてね。まったく、テルがよー。と、まるで子供か孫が里帰りしてきたかのように喜んでいた。他の連中はどうしたと聞いたら、テルのお母さんの体調が悪くてよ。テルが函館に着いたら、お母さんの具合は良くなったそうだけど、 それでも拓郎たちも見舞いに函館に向かっているそうだ。まったく、あいつらはよー。と、タクシーの運転手さんは目を細めて、店内に響き渡るほどの大声で話をしてくれた。店の人も、うんうんと大きくうなずきながら、僕に焼き鳥弁当を渡しながら、これサービス。よかったら飲んで。 コアップガラナをくれた函館の人にとってグレイは地元のスターでありながらも自分の家族のような感じなのだろう函館では誰もが目を細めてうれしそうに楽しそうにグレイの話をしてくるそんな温かい人情が魅力の街函館はグレイのふるさとだ